皆さんはじめまして。プレイズレポーターの鴨島兄弟教会牧師の太田健吾です。今回は2月27日から28日に高知県の高知市杭志山青少年の家で行われた四国ミニ祈りのサミットのレポートをします。四国ではここ数年年2回1泊2日のミニサミットと3泊4日の祈りのサミットを行っています。祈りのサミットという言葉は聞いたこともない方が大半ではないでしょうか。サミットという言葉には2つの意味が込められています。一つは山の頂、山の山頂で神様とお会いするということ。二つ目は神様の御国の働きに召された首脳である牧師、宣教師、伝道師の集まり。この二つの意味から神様によって召し出された牧師、伝道師、宣教師たちが現場を離れて、退いて、神様の御臨在の中で祈り、御霊と御言葉の導きに預かる。それが祈りのサミットです。そもそも祈りのサミットは1989年にアメリカのオレゴン州の州都セーレム市にある教会の牧師たちが集まって主の御顔を求めて祈ることから始まりました。その時のサミットを通して地域の牧師一人一人が変えられ、そして教会が変えられ、そして地域が変えられていったということです。今では世界各地でこの祈りのサミットが持たれており、日本でも西日本祈りのサミット、関東プレイヤーサミットをはじめ各地で行われています。詳しくはホームページで検索してみてください。本来祈りのサミットは3泊4日で行われるのですが、多くの牧師はなかなか忙しく、4日も教会を開けることが難しいとのこともあり、1泊2日のミニサミットを通して恵みを感じていただき、3泊4日のサミットでさらに大きな祝福を受け取っていただきたいと願っています。私自身、何年もこの祈りのサミットに参加しているのですが、このサミットで一番初めに強く示されたのが、主の御顔を求めるということです。これは毎回のサミットの中心となっていることです。私自身の祈りはそれまで、鳥なしの祈りを中心とする癒しや力、具体的な恵みなど、主の御手を求める祈りでした。しかし、主の御手ばかりを求め、主の御顔を、主ご自身をあまりにも軽んじていたことを示されました。この祈りのサミットは、祈りの課題を持ち合って、互いに祈り合い、神様に願い事を持っていく、そのような会ではありません。主の御顔を求め、神様の臨在の中に浸り、ただ神様をひたすら礼拝する会です。今まで目の前にある問題ばかりに集中していたのですが、主の御顔を求めるとき、その問題をはるかに超える全知全能の主と改めて出会い、悩みや問題の中から立ち上がり、希望を持つことができるんです。祈りのサミットではまた賛美をよくいたします。それは詩編22編3節の、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます、という御言葉に立っているからです。主は私たちの賛美を住まいとしてくださっている。だから主ご自身を褒めたたえる賛美をたくさんいたします。賛美と祈りを通して主との交わり、そして主にある交わりがこの祈りのサミットの中心です。主との出会いの中で悔い改めも起こされ、また伝道への決意も新たにされていきます。祈りのサミットを通して愛の主に出会い、ゼファニア書3章17節にあるように、
主の愛によって私たちが新たにされていきます。そして主によって新たにされた牧師たちを通して教会が変えられ、そして地域が変えられていく、そのことを願っています。次回の祈りのサミットは6月23日の月曜から26日の木曜日に、同じ高知市杭志山青少年の家で予定されています。ぜひ多くの牧師、宣教師、伝道師、また牧師夫人、宣教師夫人、伝道師夫人がこの会に集い、主の御顔を求め、主の臨在の中で大きな恵みを受け取ることができる会を過ごされますようにお勧めいたします。以上、太田がレポートいたしました。